Hi, how are you? It's me, Sanae. Welcome back to my channel. さあ、今日はですね、えー、っと、難しい、もうやりたくないって子供がもし思ったり、言ったり、そういう様子を見せた場合の対策についてお伝えしていこうと思います。はい。えー、っと、例えばですね、ジョリフォニックスをやっていく上で、 えっとグループがねあるんです7個グループがあります123ぐらいまではですね結構一つの文字に対して一つの音なので、えー、割とスイスイ覚えていくんですね子どもたち。わー結構すごいね覚えるねーと思うと4になってくるとですね4からあの2つの文字で一つの音が出てくるんですよね。 ここへんからちょっとえいまあ絶対的に本当に、えー、4からちょっと難易度が上がると思っていただいたら、えー、いいかなと思いますで、えーまあ、4は、えー、2つで1つもありますけど1つのもあったり、まあ、少しずつこう上がっていくんですよねで7に来るとですねもう全部2つで1つです なのでね7結構険しいんですかなり。ここねはい、でもし7、まあ、まで到達していなかったとしてもですけど、えー、子供が「もう嫌だもう分かんないもうしたくない」って思うことあると思うんですよねそういう気持ちを表してくることあると思うんですけど。もう そういうふうに表してくれた方が本当にこちらは、えー、分かりやすいので、えー、と対策の取りようがあるんですけどそれをね、えー、と大人はの見過ごさない見逃さない、えー、そこでしっかり受け止めてあげて、えー、それに対してどんなアプローチをしていくかっていうのが重要かなと感じています。 で、えー、私がしている一つの対策が少し立ち止まってみる、少し立ち止まってみる。うん、みるどういうことかっていうと、例えば一二三順調に進みました。四まで行くとちょっと険しくなります。もうなんかやりたくないな、わかんないなってもし思ったとしたら、そこでちょっと一回一二三に戻ってみるとかですね。 ようまたもう一回やってみるそうすると少し緩和されている感じがあると思います子供の中でも慣れているということですね子供の中で慣れてるものってそんなにこう心地悪くない心地いいと思うんですよでも難しいとか慣れてないとか今までやったことない何これって好奇心で思ってくれる子もいるかもしれませんけどそうじゃなくてあ なんか嫌だなって思う子も中にはいると思うんですよねなのでえー、と少し戻ってあげたりそこで一回立ち止まってちょっと何回も繰り返して復習をしてあげたりっていうのをやってますはいそれはもうあの6とか5とか7に行っても同じですね一回立ち止まったりペースを少し落としたりして、えー、やることで 子どもたちの気持ちが、えー、乗ってくるんじゃないかなと思いますはい、えー、一番はですねまあこの教えるスキルとかそういうのももちろん大事なんですけれども子どもたちの心の中を私はいつも、えー、感じながら、えー、と指導をしていますそこにちょっとこう目を向けていくと何かいろんないい解決方法が出てくるかもしれません ぜひですねもしなんかこれいいのありますよとかあのこれすごくやってみてよかったですとかいうのがあったらぜひコメント欄に教えていただければ私も役に立ちますあのすごく嬉しいですはい私の中でも取り入れたいのでぜひシェアし,たらし,していただけると嬉しいです OK じゃあ一緒に頑張りましょう Thank you for watching this video see you next time bye